オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。今回はアンサンブル講師ゆうこ先生をゲストに呼んでいます。こんにちは、ゆうこ先生。こんにちは、ゆうこです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は番組宛にフランスの大学への留学についてご相談のお便りが届いていますので、ゆうこ先生にお答えいただきたいと思います。インタビューの後はアンサンブル期待の新人講師アロイス先生のプロフィールと魅力をお伝えします。ではいただいたお便りを紹介していきましょう。ラジオネームゆずさんからいただきました。こんにちは。毎週配信を楽しみにしています。この度はフランスの大学への留学についてお教えいただきたくメールを送らせていただきました。私は現在会社勤めをしながらアンサンブルのレッスンを受講しており、先生のご指導のおかげで目標としていたデルフ・ベイドゥに合格することができました。ベイドゥを取得するとフランスの大学、場合によっては大学院へ出願するための語学レベルをクリアするため、夢だった留学に向け動き出そうと考えています。そこで外国人がフランスの大学に出願、留学する際に気をつけるべきことやフランスの大学生事情など先生方のご経験をお聞かせいただければ嬉しいです。もちろん各大学の募集要項をよく読むことが何よりだと思いますが、社会人の今あれこれ情報共有できる相手が身近におりません。夢を叶えたい一方で本当にできるのかなと尻込みしている部分もあります。漠然とした質問で申し訳ないのですが、実際の様子や空気感のようなものが分かればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします、ということでメッセージをいただきました。はい、ゆずさん、お手紙をありがとうございます。まずはデルフ・ベイドゥ合格おめでとうございます。おめでとうございます。はい、かなり難しいレベルの試験をクリアされましたね。こちらは普通研で言うとだいたい準一級に当たるもので、ゆずさんもおっしゃった通り学部3年生ぐらい、フランスで学びたい場合には学部3年生で学習できるぐらいのレベルになります。夢に向かって一歩一歩近づくためにこうしてお便りをいただけたこと、他のアンサンブルメイトの皆様にとっても励みになることと思います。さて、フランスの大学もしくは大学院で学びたいということなんですけれども、まずはどういったことをゆずさんがフランス留学に求めているかということが大切な要素かと思います。そうですよね。この目的がどう定まっているかっていうのはとっても大事ですよね。そうですね。求めているものによって、枠組みも変わってくるかと思いますので、例えば一般の公立大学で考えた場合、3年間の大学学部、大学院の1年生にあたる M1、2年生にあたる M2 という大きな分け方ができます。はい。はい。大学の学部の場合、特に文系の座学の場合には、講義を教授が口頭で話して、それを学生がノートに書き取っていくというのが主流の、授業スタイルです。うん。はい。大体学生としては8から9割ぐらいが、いわゆる現役の若い学生で、はいはい。はい。少し一部社会人学生がいるといったイメージがあるかなと思います。いずれにせよ、聞いたものを書き取っていくというスキルが必要になってきます。ちゃんと相手の言ったことを理解して、まあメモは取れるっていうレベルには確実になっておかないといけないということなんですね。そうですね。教授もあまり待ってくれないのでずっとずらずら、はい、はいはい、話していることが多くて、はい、それを、それぞれが学生が一生懸命ノートに書いてるっていう、はい、
のが多いです。このあたりは日本とはやっぱりね、あまり大きく変わらないかもしれませんけれども、まあそれを大学で行うってなると、ちょっと不安な部分も出てくるかもしれないですね。そうですね。日本ってどうでしたっけ？もうちょっと板書があったかなとも思ったりするんですけど、もしくはグループワークがあったかなって思うんですけど。そうですね。これも、うん、おそらくプログラムによったりだとか、学部によったり、先生によって大きく変わってくるかもしれませんけども、うん、フランスの大学の場合はどちらかというと、本当にこう一方的な授業っていうのが多かったりするんですか？そうですね。私が受けた印象では、いわゆる日本だったり、アメリカだったりっていうところとはまた違って、言葉をやっぱり重んじる文化だなと思いますね。その聞いて書くっていうのがやっぱりすごく多かったですね。まあ、で、そう考えると、まあ、ベーシックなスキルをしっかりと身につけて臨んでいく方がいいかもしれないですね。そうですね。では、大学院の場合はどうですか？はい。大学院の場合ですと、まず、マスタープホとマスターホシャシュのどちらかを選択します。まず最初にそのマスタープホですね。カタカナ読みするとマスタープロ。プロフェッショナルの略ですね。マスタープロフェッショナルの略で、はい、マスタープホというのは基本的に大学院の後に就職を念頭に置いている学生向けですね。はい。それに対してホシャーシュ、研究という意味なんですけれども、こちらはその後に研究を継続することを念頭に置いている方向けです。うん。まずマスタープロの方なんですけど、はい。はい。こちらを選ぶ場合には、大学での授業に加えて、だいたい3ヶ月から6ヶ月ほどの企業研修を各自で見つけて行います。あ、これは自分たちで見つけるんですか？そうなんです。いろいろなところにセベを出して、はい。はい。見つけて行うという。はい。でもこれは主体的な能力身につきそうですね。そうですね。はい。まあ、私が、自身がマスタープロをやったことがないので、もしかすると、もっとこういう方法でしたよっていうのがあれば、こちらにお便りいただけたらなと思いますけど。そうですね。はい。まあ、でも、3ヶ月から6ヶ月ほどの企業研修を経て、うん、まあ、そして、まあ、就職をしていくという形になるんですね。そうですね。うん。はい。で、マスターホシャー氏の方、研究に専念されたい場合には、こちらを、ホシャー氏の方をお勧めしますね。はい。はい。こちらの場合ですと、M2 よりも M1 の方が、いわゆる授業というか、そうですね、講義と、あと研究の経過発表の機会が多くありますので、M2 に比べたらまだ他の学生との関わりもあって、それぞれがどういったことを研究しているですとか、はい、そういうのが分かっていい刺激にはなりますね。はい。で、M2 になってくると、いよいよ修士論文の執筆の時期になりますので、はい。はい。かなり個人プレイの要素が強くなります。はい。要は自宅と図書館の往復が増えたりですとか、で、時々担当教官と面談のアポイントを取って相談をするという、進捗を報告して、で、ああ、その方向性だったら、こういう風にした方がいいですねっていうアドバイスをいただいて、で、なんて言うんでしょう。いろんなものを削ったりですとか、はい。順番を変えてみたりですとか、はい。そういうふうにして論文を執筆していく、ような感じですね。で、M1 でも一応論文は提出するんですけれども、基本的には M2 で提出するのが、いわゆる最終的な、修士論文ですね。これはでもどうですか？今話を聞いている限りでは、はい、日本とそんなに大きな差はないのかなという印象あるんですけれども、日本の大学とこう、ゆうこ先生が感じる違う部分っていうのはどんなところがありますか？そうですね。一番大きい違いとしては、フランスだと M1 と M2 が必ずしも、続いて受けなくてもよくって、M1 は M1 として一回、大学院1年生というディプロムとしてあって、はい。で、その次の M2 は、例えばしばらく経ってから M2 から取るっていうこともできるんですね。あ、続けて取らなくても大丈夫。そうなんです。へえ、それは確かに日本とは異なりますね。そうですね。はい。で、まあそういった、ある種フレキシブルな形ではあるので、例えば日本で、日本の大学ですでに学んだ分野について、
フランスでも学びたいという場合に、日本の大学でこういうことを学びましたという証明を提出することによって、現地の学部の3年生からスタートするか、はい、もしくは M1 からスタートするかっていうのが決められるというところが特徴かなと思います。あ、じゃあその日本で学んで、またフランスで一から勉強するのではなくって、継続して学ぶこともできる。そうですね。はい、おー、いいですね。そうですね。はい、でもなんかこう、せっかく行くのであれば、やっぱりこう、フランスのキャンパスライフっていうのもね、楽しんでみるのもいいかもしれないですね。そうですね。もし、ちゃんと、なんて言うんでしょう、他の学生と話したりですとか、そういったキャンパスライフを味わいたいなっていうことであれば、学部3年生から始められてもいいかなと思いますね。やっぱり、はい。はい、講義等で学生と関わることが多いのは、M2 に比べると学部3年生と M1 の方が多いので、はい。で、まあ、ある程度、みんなでお出かけしたりですとか、そういったこと、はい、うん、楽しまれるといいかなと思いますね。はい。もしくは、その、さっき講義の中で、書き取り式だから大変だみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、はい、その大変さを逆に逆手にとって、周りにもし助けてくれそうな人がいたら、ちょっとこれ教えてくれないみたいな感じで、話しかけると、やっぱり友達もできやすいですし、はい。まあそういう風にしてキャンパスライフを楽しまれるといいかなと。はい。そうですね。やっぱりコミュニケーションを取っていきながらっていうところで、うん、まあ人生の学びにもね、つながるところありますもんね。そうですね。どういう風に現地で、ご自身の、なんでしょう、生活を一番楽しい状態に持っていくかっていうのは、本当にその各自に寄ってくるかなと思いますので、はい。そう考えると、まあ学部生からスタートするのか、うん、あとは、その大学院のコースも、さっきお話しいただいた通りだと思うんですけれども、はい、まあ、自分がどういう未来をね、描いて望むかによって、選択肢を選べるっていうところは、結構いいところかなとは思いますね。そうですね。ただただ研究だけというだけじゃなくて、研究の方にするのか、プロフェッショナルの方にするのかっていうのによって、その後の歩み方も変わってくるかなと思いますので、はい。あらかじめそこを、よく考えて選ばれるといいでしょうね。今回、その出願とか、あとは留学っていうところでゆずさんからね、お便りもあったと思うんですけれども、はい、実際にこう、出願、留学する際に気をつけるべきことっていうのは、ゆうこ先生から見たらいかがですか？そうですね。例えば出願前にできれば行っておいた方がいいと思うのは、大学の下見かなと思います。これ直接言ってですか？下見っていうのは。そうですね。やっぱりその、まあ、経済面と時間面で無理のない範囲で、もし何校か事前に見に行くことができれば、どういうところでどういうことをやりたいかなというイメージが湧きやすいかなと思います。それが、はい、例えばパリみたいに大きな都市なのか、南仏ですとか他の都市ですとか、もしくは他のフランス語圏の他の国の都市なのかですとか、学生街であるとかそうではないとか、もっと自然の中にあるとか、図書館はどうであるとか、いろいろな要素を見て、ご自身の感覚がどういったものに反応して、あ、ここでやりたいなと思うかっていうのをもし身をもって確認ができると、やっぱりその後の、なんて言うんでしょう。生活の濃さがもう変わってくるかなと思いますので。そうですよね。確かにこう本とかインターネットだけじゃわからないことってきっとたくさんありますもんね。そうですね。で、意外とその、なんて言うんでしょう。インターネット上で見た、情報とはまた違ういろんな環境の要素って多分あると思っていて、はい、ええ、で、そういうのが意外と集中に影響も及ぼしたりしますし、その図書館の揃い具合とか、あ、はい、そうするともう、遠いところから取り寄せたりってしてると、やっぱり経済面でも負担にはなってくるので、はい。まあ、そうですよね。見られるといいですね。確かに。まあもちろん、こう、すべて完璧に予定通りとか予想通り行くっていうのは難しいかもしれませんけども、はい、できるだけこうイメージと近くできるようにちゃんと下見をしておくってことは大事そうですね。そうですね。はい。では、出願の際に気をつけるべきことっていうのはいかがですか？はい。例えば、事前に出願のステップを大学側に確認をして、はい、書類漏れがないように、
することはかなり大事かなと思います。大体もう準備しすぎるくらいがちょうどいいですね。ああ、そうですか。はい。やっぱり大学が6月末以降バカンス期間に入っていったりするので、はい。はい。だんだんとレスポンスも遅くなってくる場合があって、あ、そうなんですね。ここはちょっと日本とは違うところですね。そうですね。もう私の場合でも、大学からの連絡というか、返信、お返事のお手紙が船便で送られてきて、はい、例えば、5月15日までに返送くださいみたいな内容が6月末だか7月ぐらいに手元に届いたみたいな、ギャグみたいなことが本当にあったので。これでも焦りませんでした焦りましたね。本当になんか見た瞬間にすごい疲れが出ましたけど。はい、大丈夫だったんですね。あ、大丈夫ですね。はい、まあ、大学側に連絡をして、はい、で、まあ、そこは結構フレキシブルだったので。ああ、はい、まあ、でも準備をしつつ、ちゃんとしておかないと、まあ、何かこうトラブルがあった時にね、余裕持って行動できた方がいいですからね。うん、そうですね。はい。で、まあ、あとはそうですね。あらかじめ、ご自身の興味がある分野に精通している教授を、論文のアーカイブなどで何名か見つけておいて、その方々にコンタクトを取っておくと、かなり親身に、アドバイスをくださる先生もいらっしゃるので、はい。はい。私はそれにかなり助けられた面がありましたね。ああ、そうですか。はい、まあでもやっぱり教える側の教授も、そして熱意のある学生であれば、はい、やっぱり支援したい、応援したいって思う気持ちは、きっとこれは世界共通ですよね。そうですね。はい。まあそういうところから繋がっていって、だんだんアドム的なこともクリアしていくっていう風にやった方が、気持ち的にも楽かなと思いますね。ああ、うん。あとはどうでしょうね。僕がもし留学をするのであれば、結構こうビザとか、こうわからない部分も多かったりするので、うん、そういったところはちょっと不安になるかなと思うんですけども。はい。そうですね。まあ、学生として行かれる場合は、やはり学生ビザで滞在することになるかと思うんですね。はい、で、その場合は、1年ごとの更新になるんですけれども、で、学生ビザを持っている場合は、アロカシオンという住居の手当が受けられるので、他の例えばワーキングホリデーですとか、そういったビザよりは、住居に関しては楽になりますね。例えば賃貸のアパートに住む場合には、そのアロカシオンを申請しておくと、はい、場合によってまあ額は異なるんですけれども、一ヶ月だいたい約100から200ユーロ近い補助が受けられます。ああ、でも結構大きな額ですね。そうですね。もうそれだけでかなり毎月の余裕は異なってくるかと思いますので。はい。で、まあ、現地の人との交流を楽しみたいっていう場合には、コロカシオンといってシェアハウスもたくさん選択肢としてあるので、気の合う同居人が見つかる場合には、やっぱり一生レベルの友人になることもあるので、そちらもすごくおすすめできますね。はい、ゆうこ先生はこのコロカシオン利用されてたんでしたっけ？そうですね。私は最初の3年間はずっとコロカシオンばっかりで、ずっとシェアハウスで、はい、いろんなところを転々としてたんですけど、やっぱりフランス人だったり、中国人だったり、モロッコ人だったり、ポーランド人だったり、いろんな国籍の方と、もう本当にいろんな話をして、そのことはものすごく今でもいい経験だったし、やっぱり今でもつながってる方が多いですね。ああ、そうですよね。やっぱそうした同じように学んであったりだとか、同じような時間を共有したっていうところは、まあ、人生にとってもね、かけがえのない存在になりますね。そうですね。いい20代を過ごしたなと思ってますね。いや、いいじゃないですか。はい、まあでもこれもね、もちろん人のそれぞれのタイプもあると思いますので、はい、まあ、選択肢を多く持っておくことっていうところが、やっぱり心のゆとりにもつながっていくかなとは、僕も今お話を聞いていても思いますし、はい、あとはどうでしょう。やっぱりこう、勉強だけってなってしまったら、ストレスが溜まってしまったりだとか、まあ、どこでこう、息抜きをしていくかっていうのも大事かもしれないですね。そうですね。やっぱりその、勉学とその他の楽しみ方、のバランスを良くすることって重要かなと思っていて。はい。はい。私の場合、その大学院の研究だけだとだんだんちょっと煮詰まってくるので、その傍ら、街の演劇の、研修みたいなものを受けていったことによって、それがこう、
かなり心のストレッチになって、はい、研究や周りの方とのコミュニケーションにすごく役立ってはいましたね。まあ、心にゆとりを持っていくと、まあ、やっぱり学びもね、深まっていくかなと思いますしね。そうですね。はい。あとはどうでしょう？その、一つこう、不安な部分で、経済面っていうお話もね、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけども。そうですね。経済面に関して言えば、せっかくの留学先でアルバイトにかなり時間を取られるっていうことは、まあ、できれば避けたいことかなと思いますので、もし奨学金を得られるようであれば、どういったものがあるか事前に調べておいて、申請を検討されるといいかなと思います。ああ、奨学金ですか。そうですね。まあ、いろいろなものが多分あるかと思うので、はい。はい。私の場合、例えば、滞在の最初の1、2年は、ロータリークラブという奨学金をいただいて、徒歩していたんですけれども、はい。そもそも経済面でかなりお世話になっただけでなく、もう本当にいろいろな現地の企業の社長さんがいらっしゃる会合でスピーチをさせていただいたりですとか、へえ。はい、シャンパーニュ地方の、もう本当にそのシャンパーニュを作ってる方々、なんか、シャンパーニュのこの名前とこのおじさんの名前が一緒だな、みたいな。へえ、すごい。そういう方のところに泊めていただいて、はい、そのシャンパーニュを、こう、なんて言うんでしょう。みんなで飲むソワレに呼んでいただいたりですとか、まあそういう結構貴重な経験をたくさんさせていただいたので、申請自体はやっぱり1年以上かかって大変な準備だったんですけれども、今思えば、なんて言うんでしょう。その時に苦労して現地で最大限その経験を楽しむか、まあ行ってみてそのアルバイトの経験も含めて、はい、現地を楽しむかっていう、まあ、そういう選択肢で考えられるのかなと思いますね。これもまあ、行く前に自分でどういうふうにするかっていうね、きちんと準備の段階のところかなと思うんですけれども、はい、まあ、奨学金を使うっていう選択肢もあれば、まあ、現地でアルバイトを頑張るっていうね、まあ、他にも選択肢あるかと思うんですけれども、はい、まあ、自分でどうしたいかということをぜひ考えてみて、まあ、選んでいくのが大事かもしれませんね。そうですね。はい、そしてまあ、ちょっともう一つお伺いしたかったのが、はい、やっぱり健康面、体調面っていうのはね、こう、日本と違って気軽に病院に行けなかったりとか、はい、そういった部分もあるのかなと思ったんですけど、このあたり優子先生はどうでしたか？そうですね、健康面に関して言えば、まあ、普通の健康に関することだと、はい、私はたまたまそのフランスでできた友達、の中国人の方が針をする方、まあ、ちゃんとディプロも持った針をする方だったんで、はいはい、結構何かしらあると駆け込み寺のようにその方に治していただいたりしたんですけど、すごいですね。その病院に通わずに針で治す、はい、そうですね。もうなんか新しいな。二病っていうかもうダメ疲れたってなってくるとそこにお邪魔してみたいな。あ、でもそういった寄り所があるのはね、大事かもしれませんけど、ね、なかなかそれ作るっていうのはね、いろんな出会いとご縁がないと難しいかもしれないですね。はい、まあ、あとは地味ですけど、虫歯にならないよう歯のケアをしっかりしておいた方がいいかなと思います。へえ、歯のケア。はい。その、学生保険でカバーされる範囲が、歯科治療が、はい、いわゆるソアンエステティックって取られて、はい、カバーされていない場合があって、ただでも私、はもう何年も前の話で、もしかすると今は違うかもしれないんですけど。ああ、まあでもチェックしておくに越したことはないですね。そうですね。意外とその、はい、例えばいわゆる被せなんかにすごく、はいはい、額がかかってしまう場合があって。はい。私の場合はその被せに一回なんか、一つの歯医者で700ユーロ、他の歯医者で1000ユーロって言われて、はい、あ、それだったら私一時帰国して、なんか地元で直そうみたいな。そうですね。そうなんです。確かに。格安航空券で帰って日本で直して戻っていくみたいなことを。でもその方が安かったりするケースもあるってことですね。そうですね。はい。まあでも一番は事前にちゃんと歯を直していくのがベストですね。そうですね。歯を直しておいてしっかり歯を磨くっていうことですね。はい。でもこれは僕は結構地味ではなくて大事な話かなと思いますね。歯はもうね、私食べるの好きなんで。いやもう間違いなくやっぱりこうストレスにね、つながっていきますから、はい、まあ、やっぱり健康体でしっかりと学びに行くっていう、その、まあ視点を持っていくのは大事ですね。そうですね。うん。はい。で、あとは、そうですね。
結構生徒様の中で出願時もしくは留学先の現地からアンサンブルのレッスンを受講されて、まあ教授へのメールだったり論文に盛り込みたい事柄をこう言いたいんだけれどもどう表現できますかっていうように、まあ現地の生活の補いとして取られる方もたくさんいらっしゃって、はい、もしくはもっと生々しいというか、もっと生活面で UDF、はい、そのいわゆる電気とかガスとかそういったもののお知らせについて、これどういうことどうすればいいですかって相談される方も多いみたいですね。ああ、そうですか。はい。なのでまあご自身の留学計画に合ったカスタマイズ方法でアンサンブルのレッスンも最大限に活用していただければいいかなと思いますね。まあアンサンブルの講師の皆さんもね、いろんな経験されている方が多いですから、はい、そういった意味では、まあその自分の悩みを率直にぶつけて、まあいろんな解決法を聞く方がいいかもしれないですね。そうですね。まあぜひどこにいても受けられるっていうのがかなり利点ではあるので、はい、はい、もう気になる点っていうのをもういっぱいご自身の中でリストアップしておいて、うん、もうそれをそのオンラインのレッスンの中でいっぱい解決してしまうっていうのもいいかなと思いますね。はい、はい。ありがとうございます。本当にこう、ゆうこ先生もね、やっぱり留学の経験があるということで、ご自身の体験、経験を含めて様々な視点からお話をいただきました。ゆうこ先生、ありがとうございました。ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大手のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ、特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは続きまして、第2部では今年11月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているアロイス先生を私野瀬雄介がご紹介していきます。アロイス先生は2016年よりフランス語講師として活躍しています。発音矯正においてすでに高い評価を得ている上、ビジネスの経験も豊富ですので、ビジネスフランス語を学びたい方にもおすすめです。事務局スタッフからは、一見難しそうに見えるのに実は温かく素直で生徒様のことを考えた気持ちのこもったレッスンをしているという声が上がっています。それでは講師からのメッセージもご紹介していきましょう。ボンジュール、アロイスと言います。2016年からフランス語を教えています。フランスと日本の両国でフランス語を教えた経験があります。モチベーション高く上達を目指されている生徒様とレッスンをすることがとても好きです。日本語と英語どちらも話せますので、必要に応じて補足をすることができます。様々な分野での知識と経験がありますので、いろいろなテーマをもとに会話を楽しみましょう。趣味はサルサと料理、写真、多彩なテーマについて会話の花が咲くアロイス先生のレッスンを皆さんもぜひご受講ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。